急性間欠性ポルフィリン症は、酸素と結びつくヘモグロビンの補欠分子団のヘムの合成に影響を与える、稀な常染色体優性遺伝の代謝疾患である。この疾病は、ポルフォビリノーゲンんだアミノ酵素の欠損に特徴付けられる。急性間欠性ポルフィリン症は、ポルフィリン症のうちで2番目に多いタイプのものである。通常の環境では、M 合成は、 細胞質に先立って、ミトコンドリアの中で開始され、最後もミトコンドリアに戻ってくる。しかしながら必要な細胞質の酵素である、ポルフォビリノーゲン脱ミノ酵素なしでは、M 合成は終了せず、細胞質内に代謝中間物質である、ポルフォビリノーゲンが蓄積してくる。症状発現の引き金となるホルモン、薬剤、食事の変化などの付随的な要因が必要となる。 急性間欠性ポルフィリン症の最初の症状として、腹痛、便秘、筋脱力症などが現れてくる。回復を手助けするために、グルコース10%液のような炭水化物の輸液が推奨される。もし薬剤が発作の引き金になったのなら、原因物質の服用を中止することが重要である。感染症が発作の一番多い原因であり、 様々な治療が求められる。痛みは激烈で耐えられるレベルまで軽減するために鎮痛薬が往々に必要となってくる。その激烈さゆえに可能な限り早く痛みの医学的な治療が必要である。悪心が起こりフェノチア人薬剤が処置されるが時には対応しきれない場合がある。時には暑い風呂やシャワーが悪心を軽減する場合があるがけどや 転倒のリスクもある。ヘマチン及びアルギニンサニエムは、米国及び英国それぞれでの急性ポルフィリン症の処方薬である。より効果を引き出すために、これらの薬剤は、発作の際に、ごく初期に投与される必要がある。薬効は人によって異なる。これらの薬剤は治療薬ではないが、発作の期間を短くしたり、発作を緩和することができる。 副作用は稀であるが、重篤な場合もあり得る。これらのヘムに似た物質は、理論的には、アミノレーブリン酸合成酵素を阻害し、それゆえ有毒な染具物質の蓄積を阻害する。何回も、発作を経験している患者は、腸の慢性疼痛と同様に激烈な、慢性神経元性疼痛に襲われることがある。これは、影響を受けている。 神経系の軸作神経が損傷を受けていることによるものと思われる。このような場合には長時間有効な麻薬に類似した鎮痛剤が処方される。また、この疾患にはうつ病の発症を往々に伴うので必要があるなら抗うつ薬を投与する必要がある。急性発作をまさに体験している患者の尿はポルフィリンが存在しているがゆえに赤色か。 ポートワイン色になることだろう。急性間欠性ポルフィリン症患者の尿は、ある程度の時間、紫外線を照射すると紫色になることがある。フィンセント・ファンゴッホやジョージ3世は、遺伝的な観点からも、急性間欠性ポルフィリン症に罹患していたと、推測されている。ただし近年の研究においては、ジョージ3世の症状は、ポルフィリン症には合致しない部分が多いと、 指摘されている。バトリー SD、ロバーツ AG、ラウェリン DH、ベネット CP、ギャレット C、エルダー GH、ノン、エリスロイドフォームオブアキュートインターミッテントポルフェリア、コーズドバイプロモーターフレームシフトミューテーションズ。ディスタントフロムザコーディングシークエンスオブエキソン1、オブザ HMBS g イン。ハム、ジュネ、107、2438、ドイ。 10.1007-S00439-000356 プミド11007-1386オリジナルの2002年1月13日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w a v e 2 0 0 2 0 1 1 3 2 2 3 8 2 0 h t t p l i n k s p r i n g e r d e l i n k s e r v i c e j o u r n a l s 0 0 4 3 9 v i v 0 1 0 7 0 0 3 0 1 0 7 0 2 4 3 h t m ベルガー、ティモシー・ジー・エトール、アンドリューズ、ディジージス・オブ・ザ・スキン、クリニカル・ダーマトロジー、サンダース・エルスビル、ISBN0 から7216219210、アル・サンド、エケイ、ピターセン・ PH、サンドバーグ・ウェス、エスティメーション、アンドアプリケーション・オブ・バイオロジカル・バリエーション。オブ・ユリナリー・デルタ、アミノ・レブリン・アシッド・アンド・ポルフォー・バリノーゲニン・ヘルシー、 Individuals and Inpatients with Acute Intermittent Polphelia Clinical Chemistry 52 650 656土井10.1373 クリーンゲーム2005.060772プミド 16595824http コロンスラッシュスラッシュ www.clinchem.org スラッシュ cgi スラッシュコンテントスラッシュフルスラッシュ52スラッシュ4スラッシュ650アメリカンポルフェリアファンデーションアバウトポルフェリア アキュートインターミッテン t パーリアーアーカイブド2008年4月25日。アットザ・ウェイバックマシン200、2007アーノルドウィルフリッドエヌ・ヴィンセント・バンゴーホ・ゴッホケミカルズクライシーズアンド・クリエイティビティバーコッサーボストン1992 ISBN 0-817636161メカル・パインイダーハンターリチャードザ・インサニティ・オブ・キング ジョージスリー、III, A クラシックケースオブポルフェリア、ブリティッシュメディカルジャーナルハットヒフト、リチャード J、ピーターズティモシー J、マイスナーピーター N、A レビューオブザクリニカルプレゼンテーション、ナチュラルヒストリーインフェリタンスオブベルリガート、ポルフェリア、イッツエンプロジビリティアズザソースオブザ、ロイヤルマラディ journal of clinical pathology 65-200-605http://jcp.bmj.com スラッシュコンテントスラッシュ com 65スラッシュ3スラッシュ 200.full.pdf html ポルフィリン賞。ありがとうございます